1930年代、外国映画の映像革命が青年たちを虜にした。情熱の連鎖はそこから始まる。海の向こうの職人たちによるブルーバック合成プロジェクション、ストップモーション、見たこともない技術が日本の若き映画人たちに火をつけた。それから20年、厳しい時代も乗り越え、彼らは日本独自の特撮技術を発明した。情熱ある仕事、その熱は次の誰かに受け継がれていく。ボス、ブルーインパクト。